坊主だけは免れたい BBM。 奈良にある布目ダムというところに来て釣りをしたいと思います。お願いします。えぐいルアーがちょっと揃ってるというか、こんな姿勢ブレずに泳ぐルアー珍しいじゃないですか。ほら、その子の名前がこの名、その子の名前がただし高尾一徹。ナダルさん、はい。今5時、5時、実際多分あとできるの1時間ぐらいなんですけど、はい、布目ダムで、うん、今日釣りました。いや、釣らなあかん。俺今日ルアー泳がせに来た思ってたから。ナダルさん、今心の作業ちょっと言ってもらっていいですか。釣りたい、釣りたいよ。出ました、はい、釣らしてくれ。時間がね、もう言うても暗くなりますから。でもこれってまさにユーマズメじゃないですか、奈良さんの好きな。うん、俺の好きなユーマズメで、ここだけの話、ユーマズメと朝マズメ好きなんですよ。うん、布目ダムで釣りをするときは遊漁券を必ず買ってください。おっしゃっ、お願いします。はい、ということでタックル紹介します。サワブレイゾンの、ソリッドタイプ、高山ダムでも大活躍で、リールはカルディア、2500万台。これでちょっと壁際狙って一番難しいとされる、ノーシンカーでちょっとやってみたいと思います。お願いします。なるほど、そのルアーは鉄板の、はい、フリックシェイク、一番難しい釣りとされてるんですけどもね、ちょっと頑張っていきたいなという。ちょっとやっぱこのずっと暑かったんですけどもね、ちょっと寒なってきますね、水の中入ってると。いきます。落ち葉の上乗っかったら沈まないんかこれ。そうですね、確かに。あ、いいっすね、今のとこ。あれも竹で沈まなそうな気すんな。あ、いいっすね。これもなんかやっぱ竹に引っかかんな、むずいな。来てほしいな、ちょっと。今日はかなり厳しい状態ではあるみたいなんですけど、まあ、思ったりして、もう一回ちょっとやってみようか。確かにさっきバスプロの方がいて、はい、1日やって2匹来てましたもんね。うわ、やっぱ今日はかなり厳しい状態やな。まあでもそこですったら価値ありますからね。フリックシェイク、オールフリックシェイク、いけるかな。笑けてまうわ、ほんま集中して変なとこ行くの。もっと向こう狙って、そこ狙ってる感じ。やっぱキャストってむずいな。いやでもいい感じですよ。いますか。うん、でその木の下とかにもいるかもしれないんで。僕ずっとあっちの笹の下狙ってるんですけど。ばらけてくるわ、ほんま。なんであっち行くねん、ほんま。ちょっと、ルアー変えます。はい、ちょっと、ノーシンカーのワーム、全く効かないんで、ガストネイドの 70S。うん。シンキング。ここってなんかあれ、もう落ちますよ。大丈夫か。落ちます落ちます。ありがとうございます。怖え。ね、膨らむから。危なかったですね、今。危なかった、怖かった。怖いの嫌や、もう。ちょっと、投げますね、ガツンと。沖の方にね、でもフーディングタイムという気持ちで。だから水面もやもやしてる気はするんで。
ゆっくりちょっと。なんかモヤモヤしてる気がするんですよね、水面が。ほなね、ちょっとちょっと、ボイルもありませんので、ちょそこを狙っていく感じで、タックルはちょっとベイトロッドに変えまして、ブレイゾンのソリッドタイプ。で、タトゥール80。で、ちょっとテキサスリーグやりたいなと思ったんで、ゲイリー山本の、アピール力ありそうな、ザリガニのようなもの。これでちょっと、釣っていきたいと思います。ネチネチちょっとそこを狙っていきたいと思います。頼む。今テキサスでズル引きみたいな形でやってるんですけど、あか、誰だかな、あったあった、よし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 、来た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 、よし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 、あ、やばいやばい、ちょっと、おっし、これ価値ある、これすごいぞ、これ、いやちょっとこれはすごいわ、ちょっと狙い通りです、釣れた、よっしゃー、いやこの時期のバスはちょっとすごい、今日めっちゃむずいって言ってたんすよこれ、ほら、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、下上がってみですか、あーいいサイズ、よいしょ、口閉じの30、36ですね、36、いやーやりました、いい魚ですわこれは、いやいや嬉しいなこれ、いやちょっといろんな釣りしたんで、ノーシンカーとかあれもやったな、ダウンショットとかで巻きもやって、でもちょっとそこ狙おうってことで、ベロンすぎるとこもやりました、いやちょっと残り1時間でよう釣れそう、わー綺麗な、ほらちょっと気づいてますけど、ほらいやいやいや、いいバスやな、釣らねえよ俺なかなか、今日は厳しいって言われてましたからね、いや嬉しいな、いやこれ価値あるよ、うん、ちょっといろんな釣りを探って釣った釣りなんで、いややっぱ分かりやすいよこの竿、ブレイゾン感度がええわ、俺でも釣れてんから、いろいろ試して見事、いや見事な一匹です、いやちょっとずっと見てたいな、おっしゃありがとう、ちょっと一回ねしっかりと水通して、エラーに水通してね、はい、いて、ありがとう、いやーいい魚やったな、いやちょっとほんまにいろんな釣り探って釣った魚なんで、実は残り1時間って言って始まったんで、その中ずっといろいろ試してたんですよ、いやちょっと嬉しいね、よかったです、どうやった汗見てくれた、ナダル劇場開幕またね、釣る機会与えてもらったら、どんな場所でも釣りに行きますんで、お声かけてください、ナダルでした、釣られたいパス待ってます。